タコス。タコス、またはタコ、スペイン語単数形、トコは、メキシコ料理やテクスメクス料理、ニューメキシコ料理の軽食である。メキシコを代表する料理の一つで、メキシコ人の主食であるトウモロコシのトルティーヤで、様々な具を包んで食べる、まさに国民食といえるものである。トコという単語そのものが、軽食を意味する。 タコスを専門とする飲食店をスペイン語でタケリーやトカーという。石灰水処理したトウモロコシをすりつぶして作る生地、トルティーヤマサを薄く伸ばして、小丸や鉄板で焼いたトルティーヤ肉を盛り、好みでライムの汁を絞ってかけたり、サルサをかけて食べる。北部メキシコでは、トウモロコシの代わりに、小麦粉のトルティーヤが使われることもある。クワタキにわたる。 主にカルネアサラという牛肉の小さめのサイコロステーキ、カルニータという、焼いた、または蒸し焼いた豚肉を細長く引き裂いた肉などの、上に、刻んだ玉ねぎ、シラントロなどが盛られる。牛タンの煮込み、牛の脳、臓物の塩焼き、豚の頭、鶏肉、羊肉や、ヤギ肉、豚肉を薄くスライスして、ドネルケバブのように回転させながら焼いたアルパストール。 ドネルケバブ式の調理法はレバノンからの移民がもたらしたものである。バルバコア、チョリソなど、具の種類は無数に存在する。ニクル以外にもエビ、フリホレスレフリトスやチーズ、キノコ、ノパル、ノーポール、うちはサボテンの若い形説、カラバシータ、カラバシタというズッキーニに似たウリのメバナなども使われる。具の内容には地域色が出ることがあり、例えば、 バハカリフォルニアを起源とするタコスデペスカード、フィッシュタコスでは白身魚のフライなどが使われ、薬味としてキャベツの千切り、ピコデガイを並びにサワークリーム、またはシトラスマヨネーズソースが使われる。カリフォルニアではフィッシュタコスがしばしば屋台で販売されており、上にキャベツが乗ってコールスロードレッシングがかかっているのが特徴である。昆虫食の盛んな地域では、 昆虫を具にすることもある。食べる時間帯によって具の内容が変わるとも言われ、例えば朝には、鶏卵とジャガイモ、チチャロン、揚げた豚の皮のサルサ煮込みタコスなどが好まれる。サルサはチリベースが一般的だが、他にもアボカドを使った若漏れや、バハカリフォルニアではマヨネーズを牛乳で伸ばしたものなどがある。フルサービスレストランや家庭内の場合、 焼きたてのものを乾燥を防ぐために布でくるんだトルティーヤと具を持った皿、サルサを入れた器が別々にテーブルに運ばれ食べる人が自分の好みでトルティーヤに具を挟んで食べることが多い。屋台もしくはタケ竹林屋では主な具をトルティーヤに乗せて提供することが多い。店によってはサラダバー式に様々なサルサや薬味を自分で選べるようになっているところもある。 前述の刻み玉ねぎと知らんとろ以外では、きゅうりのぶつ切りや輪切り、焼きハラペーニョ、焼きネギ、青ネギの一種、20日大根、ライムなどが好まれる。具をトルティーヤで筒状に巻き、具やサルサがこぼれないように、トルティーヤの端を小指などでうまく押さえて、食べるのがコツである。メキシコ中央部と南部では、グリートをタコでありな、トコでハリな、小麦粉のタコと呼ぶことがある。 現在のアメリカで一般的にタコスと称されているものは1940年代の後半に発明されたハードタコ、ハードトコ、ハード、シェルタコスである場合が多い。ハードタコはトルティーヤを U 字型に折り曲げのように油で揚げた硬いタコシェル、トコシェルに味をつけて炒めた牛、ひき肉、レタスの細切り、トマト、おろしチーズを隙間に詰めて食べる。 タコシェルは大量生産の既製品が普及しており、アメリカの至るところで食べることができる非常にポピュラーな料理であるが、ピザなどと同様にアメリカ料理の一つとして定着しているために、本場のタコとアメリカ生まれのタコが異なることを認識していないアメリカ人も多い。スーパーマーケットではタコシェルと肉用の調味料、サルサをセットにしたタコキットを買うことができる。また、 ハードタコにこ応する形で広まったソフトタコ、ソフトトコは、ブリートなどに用いられる、小麦粉のトルティーヤ、フラワートルティーヤにハードタコと同じ具を包んで食べる。北米では一般にコーントルティーヤは、ハードシェル、フラワートルティーヤは、ソフトシェルと認識されている。ソフトタコは、ブレックファストタコとしてタコ店以外のレストランや、ファスフードチェーン店のメニューにも見られ、スクランブルエッグやベーコン、 ハムなどメキシコではあまり用いられないアングロアメリカ定番の朝食の具材と組み合わせられることもある。メキシコ生まれの移民が経営するレストランでもアメリカ式タコを提供しないと経営的に成り立たなかったこともあり、本場のタコを提供せずにハードタコが本格メキシコ料理と称してニューに並べられたことも少なくなかった。しかし、 メキシコからの移民が増加し彼らの経済的、社会的影響力が増すと、本場のタコの需要が生まれ、具の多様性ではメキシコに及ばないもののメキシコで、提供されるタコと大差ないものが、アメリカ国内でも味わえるようになってきている。タコのバリエーションとして、水分を多めにしたトルティー甘さを薄く伸ばして、高温の油で揚げて膨らませたパフイタコ、プフィートコや、 アメリカインディアンの薄い揚げパンにタコの具を乗せたインディアンタコ、ナバホタコなどがある。インディアンタコはしばしばパウワウなどインディアンの文化に関連した催し物の会場で食べることができる。またカリフォルニア州では昔から直径15センチメートルくらいのトウモロコシのトルティーヤを揚げ、肉、牛ひき肉、細かく咲いた牛肉、鶏肉、豚肉などチーズ、 レタスとトマトなどを詰めたカリフォルニアタコが食べられていた。トルティーヤで肉を包んでからタコスを揚げることもある。カリフォルニアのスーパーマーケットでは、よくカリフォルニアタコ用の大きめのトルティーヤが売られている。また、アメリカ合衆国でタコスから派生した料理に器型に成形して揚げたフラワートルティーヤにレタス、トマト、タコミート、フリホレス、サワークリーム、チーズを盛り付けた。 タコサラダがある。タコベルという3つのタコスの大手ファーストフードチェーンが全国的に展開しており、特にタコベルはマクドナルド、ケンタッキーフライドチキンに次ぐ規模である。また、テクスメクス料理のレストランのほとんどがタコスを提供している。タコベルではタコスの形に折り曲げた甘いウェイハースにバニラアイスクリームを詰めチョコレートでコーティングした菓子、 チョコタコが販売されている。都市部のメキシコ料理店を中心に提供され、また近年はタコスキットやトルティーヤ、サルサといったタコスの材料となる食材や調味料がデパートや海外の食材を扱うスーパーマーケット、あるいはネット通販などで販売されるようになってきているが、ハンバーガー、ピザ、パスタ、スパゲティなどといった他の欧米発祥の料理と、 比べると日常的に触れる機会の多い料理とはいい。アメリカ経由で日本に伝わった経緯もあり、アメリカ式のハードタコスを提供する店がほとんどだったが、近年はメキシコ式の本格的なものを提供する店も増えている。かつてはアメリカの大手チェーンが展開したことがあったものの、2014年時点では全て撤退しており、在日米軍基地内などを除いた。 日本国内で展開している外資系ファーストフードチェーン店は無であったが2015年4月にタコベルが再進出し渋谷に1号店をオープンさせた新興のチェーン店としては関東圏ではトコデリオタコデリオタコス好きという設定のキャラクターがバスる漫画アニメ作品さきさきマイナスとのコラボレーションキャンペーンが行われたことがあるやポカタコスポカタコス 中部圏では、ジェリー、エスーノ、ジェリーズウノなどがあるが、いずれも展開している、店舗数は数点程度と、アメリカの大手チェーン、特にタコベルは、アメリカ本土だけで6500点以上を展開するとは、比較にならないほど小規模なものである。また大手ファミリーレストランでは、かつて、ロイヤルホストが、メキシカンタコスの商品名で、アメリカンスタイルのハードシェルタコスを提供していたが、 現在では、レギュラーメニューから姿を消している。このほか、全商グループのココスジャパンが展開するココスでは、カリフォルニア、タコサラダや、メキシカンケサディアといったタコス風料理が提供され、同じく、全商グループのエルトリートジャパンが展開する、メキシカンレストラン、東京都を中心に数店しか展開されていないでは、アメリカ本国と変わらない本格的なタコスが提供されている。 エルトリートはカリフォルニア発祥のレストランなのでタコスも含め提供されているのはあくまでもアメリカ式にアレンジされたキシコ料理である。沖縄ではトルティーヤの代わりに米飯を用いたタコライスが考案されている。なお、メキシコ市と姉妹友好都市の関係にある愛知県名古屋市の小学校の学校給食ではタコスやタコス風の料理が出されることがある。楽しく。 ご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。